なんだい？村の外に出たらね、なるべく道の近くを。そうだな、ありがとう。意外に弱かったな。Thank you.
ダメだ。ここは本当に未開惑星みたいだ。どこにも手がかりがない。通信機も相変わらず無反応だし。仕方。どうしたんですか？皆さん集まって。あ、クロードさん、レナが。レナって？クロードさん、隣町の。はい、まあ少しは。それならば話は早い。実はレナ連れて行かれた。どこに？おそらく自分の屋敷でしょう。何をじっとしているんです。早く。話はそう簡単にいかないのです。仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさ。それにアレンは大勢の屈強な手皆かなりの手だれのようでした。だからって。ですから我々も途方に暮れていたのです。レナ。僕が助けに行きます。僕はこの村の人間ではありません。僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからないでしょう。なーに、ちょっと。クロードさん、大丈夫です。僕には光の剣。心配しないで待っていてください。クロードさん。レナを、レナをお願いし。分かっています。まさか。僕らの勝ちだな。
鍵。よし。しまった。フェイズガンのエネルギー残量がしばらくは使えないか。でもやるしかないんだ。え、今まさか光の剣なのか。あれは、これはレナのつけていた髪飾りだ。ここにレナの髪飾り、もしかしたら。やっぱり。大丈夫ですか？僕はレナの友達です。レナちゃんはサルバ行動の奥に連れて行かれた。私はアレン君に依頼されて妙な祭壇を作らされていたんだ。おそらくそこに連れて行かれたのだろう。私も助けようとしたんだが、逆にやられてしまった。この奥なんですね。そうだ、気をつけろ。わかりました。ここで待っていてください。レナを助けたら迎えに来ます。すまない。くそ。これなら満点だな。お、怪我はないかい？これなら満点だな。
意外に弱かったな。力が。よし。気をつけろ。僕らの勝ちだな。これなら満点だな。気をつけろ。僕らの勝ちだな。なんとかなるかな。これなら満点だな。それ以上近づかないでもらおうか。お前がアレンか。自分が何をしてるのか分かっているのか。嫌だね。今は神聖な懇議の最中なんだ。これから僕らは一つに。いや、クロードさん助けて。やめろ。一方だけが望む懇議などありえない。一方だけ、それは間違いだ。僕らは愛し合った。アレン。愛してまずい。クロードさん。まずいな。ありがとう。ハサン。ありがとう。僕らの勝ちだな。
が。嬉しい。レナ、大丈夫かい？はい。レナ、彼は一体？わかりません。アーリアに来た。しかし、人間があんな姿になる。アレン、優しい人だ。レナ、一体どうして？アレン、まだ息がある。ここは、あれ、元に戻ったのね。何のことだい。なんだか頭が痛いんだ。どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。石がなく、でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。僕がそんなことを？そうよ、大変だったんだから。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもう。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる。アレン、レナ、すまなかった。いうん、いいの。元のアレンに戻っ。ありがとう。レナ、そろそろアーリアに帰る。はい。僕はサルバのみんなに説明をしない。レナ、改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならずに。いや、お礼を言われる。結局今回の事件は何だったのでしょう。そうとしか考えられません。石が壊れてなく。おかしくなって魔物になる。確かにそうじゃな。ソーサリーグローブ。ちょっとそんな気がした。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。すみません。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。そう、クロードさん、そう。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはり。クロードさん。ソーサリーグローブか。今分かっているもので、宇宙、今までの話からソーサリーグローブが。た、分かりました。やってみましょう。それでは。あ、前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグロ。ありがとうございます、クロードさん。はい、どこまでできるか。クロードさん、私を連れ。レナ。今村長様が言いましたよね。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。そんなことはないけど、村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、
村長様。レナはきっとあなたの。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよレナ。そうじゃなければ。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよ。最近は随分冷え込むよ。大丈夫ですよ。迷惑でしたか？いや、そんなことはないよ。あの、私。え？なんじゃ、まだかい。おやすみなさい。どうしたんじゃ。さあ、風邪をひくといけません。はい。眠る前に。はい。実はあの子が自分から。どうしてです？レナがアレンの傷を治し。ええ、あの治癒能力ですが。あれ、どういうことですか？正直に言いましょう。レナは2歳ぐらいの頃、シンゴの森で。ウェスタがあの子を連れてきた時には子供に恵まれない夫婦だったせいかもしれません。ウェスタがあの子を自分。レナは知っているんですか？いいえ、教えてはいません。当時あの子はすでに言葉を話せましたから、レナという名前だけは分かったのですが。手がかりは何もないんですか？つけていたペンダントが唯一の品ではあるのですが、それも決定。そうなんですか。もうこんな時間ですか。長々と付き合わせてしまい申し訳ありません。レナのこと。わかりました。レナ。なんだろう、ガラスに何かあった。バルコニーの方かな。レナ、どうしたの？少しお話がしたいんです。ちょっと降りてきていただけませんか？今行くよ。すみません。あれ、村長様はどこ？レナ。
こんなところにいたのか。どうしたんだい？こんな夜更け。私が行くって言ったら。そうだろうね。何も言いませんでした。そう。クロードさん、私。わけ？私のお母さん、本当のお母さんも村長様も私が知らないと思ってるみたいですけど、前に。お父さん。では私はどうすればいいというんですか。そんな大声を出してレナに聞かれたらどうする。あの子なら父親の死に泣きつかれて寝ています。ショックを受けているのはお前さんも同じじゃ。落ち着いてなんかいられません。だってあの人、ウェスタ、あの人がいなければ私はまだ行ってないんです。あの人がいなければ、一人で言わなければ、あの子に、あなたは本当の子供じゃないって。ペンダントなんて捨ててしまえばよかった。本当の親の印がなければ、あの子は私。本当のお母さんを探したいのかい？わかりません。手がかりはこのペンダント。でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は。今のお母さんはどうなるんだい？君を愛して慈しみ育てて。私、お母さんのこと大好き。だったらなぜ。私が何者なのか、それが知りたいんです。そして私を産んでくれた人はどうしているのか。私はあなたと行きます。ここは。もう夜も遅いですね。いや、おやすみなさい。クロードさん、レナのこと。はい。道中気を。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな。レナ。お母さん心配しないで、私は必ず戻ってくる。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとうルシオ、いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが。早めにクロスについておき。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです、私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。大丈夫、クロスの王様なら。行こう。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃいレナ。クロードさん、よろしくお願いします。はい。
出発しよう。